今日も誰かヒロリジャスティスターです。お願いします。はい、ハンズネームエボジオニガンカーブ、はい、ということでまずは原宿に来ております。よ、珍しい田舎っぺく、ね、珍しいね、都会でちょっと厳しいわ、ね、人混みが、ね、空気美味しいよね。いやいやいや、まずくなるあんままずくなるとか言わないでください。それは失礼になります。栃木に比べる。あ、そうですね、まあ、ということで、はい、今から、まあ、ここの原宿を舞台に、鬼ごっこをしたいと思います。鬼ごっこ、はい、で、一応逃走者が僕でございます。はいはいはい、今カメラマンやってヨシ君とヒールチーム対翔太対ゴーという2チームに分かれて、うん、僕のことを追いかけてください、はい、で制限時間1時間ですね、うん、で、はい、各始めから10分おきに、うん、僕が今逃げてる場所の絵文字を逃げてる場所の背景から絵文字で送ります。ヒントが出るんで、はい、ライクもその場で即興で考えてるわけだ。あ、そうそうそう、なんか、うん、マックだったら多分 M だろうし、簡単すぎる。でもそう、そういうことする。それぐらいな感じで簡単だから、はい、でもいっぱいあるから、はい、マックなんで、うん、そうだね、分かりづらいと思うんで、はい、今からもう早速やっていきたいと思います。はい、どうですか、それぞれ自信のほどは。これ1個持ったこと言っていいですか。もういいですよ。これうちのチーム翔太くんなんですけど、はい、まあ、足が速いじゃないですか。足速いで土地感ある。あります。で絵文字もお前やったけどすごいやん翔太。すごい、最強のチームでいいのかって。けど、いくっていい、うん、その分、土地感ない、絵文字わからない、ないってやつバカ。でも優しいがいます。でも足は速い。足は速いからね。そこがいいですね。そちらを幼馴染みだからカズレーザーさんと見分けつけられます。タッチしてカズレーザーさんの可能性もあるからね。ということで早速今から僕先に逃げるんで、はい、まあ、10分後ぐらいにあなた方もスタートしてください、ね。 OK です、はいはい、いきますよ。それなりにレッツゴー。はい、ということでライオ君逃げました。よっしゃー、逃げられたね。まあこのまま逃がしていいんじゃないか。あ、もういい、はい、そういうね、タイルドッキリやってみる。あ、いいね、それもいい。ダメだ。はい、ということでね、制限時間1時間なんで、はい、剥がしていきましょう、はい、勝負なんでね。はい、一応勝負なんだ、うん、一応ね。協力してもあり、協力も一応ありだよね。まあありで、最後の俺らがあの捕まえよういってことでしょ。そうそうそう、協力して、まあ、ということでね、じゃあ今から二手に分かれて、はい、早速探していきましょう。よっしゃー。はい、ということでライオ価格です。今から早速逃げていきたいと思うんですが、最初にじゃあまず早速開始の合図と、まあ、ヒントを与えたいと思うんですけど、これヒントが絵文字、まず後ろに背景がピンク色の建物があるので、ピンクのハートと、家の文字と、あとすぐそこにパーキングエリアがあるので、パーキングエリアの P の文字も送っていきたい、逃げていきたいと思います。はい、じゃあ早速送っていきます。はい、ということで太陽からスタートの合図が来ましたので、はい、見つけていきたいと思います、はい、スタートした。はい、はい、スタートしました。はい、ということで今スタートの合図と絵文字送りました。早速逃げていきたいと思います。いつまでここにいたってね、すぐ捕まえられちゃうんで。と家 P、 ハート家 P、 はいはい、はい、ハート家ラブホテルですかね。やめろ。違うか、はい、違うか。 P は駐車場じゃない、うん、だそういう駐車場とか、はいはいはい、結婚式場とか逆にある。あ、はいはいはい、結婚式場の駐車場にいる可能性はあります。なるほど。じゃあ早速ちょっと調べながら歩いていきます。時間ないからね、はい、調べながら行きたいと思います。あ、来た、何これ。え、もう来た。ハート家パーキン グ、ハートの家、なんかある。ハートの家ラブホしかわかんない。ラブホの駐車場いる。ふざけてるね、ほんとか。ラブホだったらホテルじゃない、ここ家じゃなくて。まあとりあえず歩くか、行ってみるか。やばい、マジ後ろも気をつけなきゃいけないからな。多分最初であいつらヒントね、多分無理なんで、あるじゃん。じゃあまずここら辺ちょっと詮索じゃないけど、いい隠れ場所を探したいと思います。おっと、 650m 先に結婚式場あります。あいつらがあの絵文字をどう解読してるかだね。ラブホテルですかね。ラブホしか。はい、ということでヒュー君、秘宝です。すいません、あの結婚式場かと思ったら範囲外でした。範囲外だったね。やっぱ別のことって考えた時に、あとやっぱドキドキするってことで、メイドカフェとか。なるほどね、萌え萌えキュンとかやるからね。多分そっちだよね、だってその時ハート作ってるもん。作ってますね。一旦路地に行きつつ、意外にね、路地裏にいる可能性があるから。そうだ、ハートハート。どうする、通行人の服がたまたまハートだったの。あ、そんな。あ、まあいつじゃやりかねねえから。そしたらちょっと戻る。え、おー、びっくりした。もう終わったかと思った。もう終わったかと思った。ちょっと今ね、信じられないことが起こって。信じられない。曲がり角から回復した金髪の人が。びっくりした。びっくりした。もう終わったかと思った。もう終わったかと思った。めっちゃバイクだったよ、今。はい、ということで今ちょっとだいぶ原宿のエリアの中の一番奥の方に来たんですけど、そろそろ10分また経つので、今からちょっとあのすぐそこに美容室があるのと、もうあっちに福祉センターがあるので、ちょっとそこら辺の、あの絵文字を送っていきたいと思います。はい、
行きましょう。だから美容室 の髪切ってる男の絵文字と福祉センターのマークがなかったのでちょっと似てるあの病院のマークを送っていきたいと思います。行きます。はい、あ、絵文字来たんじゃね。え、来た来た来た、2個目の絵文字来ました。はい、今ここにいます。今ここにいます。髪切ってる病院、何これ美容室か、とりあえず美容室か、まあ、髪切ってるのか、うん、それから美容室と病院が隣同士になるとか、そういうこと。はい、ということで2個目のヒントが男の人を髪切ってるマークと、はい、これ医者かな、十字架あります。床屋さんの隣に医者があるみたいな、そこの辺間にいると。じゃあ医者か床屋で調べて、どっちも同じところにあれば、はい、ということで早速行ってきます。はい、ちょっとどうすなら、あの俺がまだ余裕っていうのを見せつけるために、あいつらの顔見てちょっと嘲笑うとかできたら最高だよ。ちょっと近づいてみます、あいつらに。東京原宿院っていう病院が、はい、もうほぼ目の前です。一応ヒントの病院はあるかなと思うので、ね、はい、そこからプラスで床屋さん、近くの床屋さんをしらみつぶしに探していきたいと思います。 OK です、行っちゃいましょう。いい、ここ見落ちるね。あ、本当だ、ここ見落ちる、この辺だな。ただ、さっき送られてきたら結構もう10分以上、もうそろそろ多分3個目のヒントが来るぐらいのあれだから。はい、ということで今裏腹のあの真ん中ぐらいに戻ってきたんですけど、まだ誰もいなそうけど、いつ現れるか分かんないから怖い、マジでマジで怖い。いないの、逆にあいつら探すの難しいですよ。はい、ということでスニダンの本店舗があったので、どうせならここでもう一回ヒントいきたいと思います。スニーダーマネ、多分ショートとかめちゃくちゃヨシ君も好きだと思うんで、気づくとも絶対来ると思う。うどん丸、うどんも行ってますよ。うどんがないんだよな、今は。後ろ高尾ね。あ、待って、行きました。3つぐらい出てきた。緑の服、スニーカー、青い服、ラーメン。ってことはスニーカーは、これはあのもう一回裏腹に戻るか。裏腹あそこスニーカーショップが点々としてるから。うどんがなかったので、今ちょっとラーメンだけ打って行きました。うわ、ハフあるやん、ハフ。タクもどうすんなら入れるか。あ、走ってきたんだ。あ、わかった、行くぞ、行くぞ。え、待って待って、どっちだ、こっちかな。俺タクのお店知ってんの、マジ。次のヒントは来ましたよ。お、スニーカー、スニーカー、服とラーメン。ラーメン、はい、いや、ハフって来てます。ハフはもうブランド名かね。あるのこの辺に。まあ一応ハフブランドありますし、この辺にもあります。はい、店あるの。あります。よし、まず見よう。今あいつらにめちゃくちゃヒントでもう仕方ねえから、ハフっていうブランドのもはや文字を送ってあげたので一気に来ると思う。あとエイフもあるんでそこも送っちゃいます。あ、AP、 エイプか。あ、エイプか。裏腹です。裏腹です。さすが屋敷天才です。ありがとうございます。確定だね。 OK。 なんかまた来た。エイプ、あ、絶対そう、分かった。OKOK。 確定。あいつらを、あ、ちょっと電話かけて騙そうぜ。なんていう、これね、裏腹ってよく分かってんじゃん。竹下に店があるよみたいな、セレクトショップあるよみたいな。オッケーオッケー、じゃあ豪輝に電話してきてと思います、うん、もしもし、あのちょっと協力しようかなと思ってるんだけど。え、なんでよしきが解読したんだよ。いや、もう俺らも分かりましたよ。え、だから竹下通りだから上と下から挟み道しようぜっていう。どういうことで上と下って竹下通りじゃん。うん、でも俺もう答え分かっちゃったんだけど。え、翔太答え分かってるらしいですよ。まあ翔太答え分かって、じゃあ拒否するってことでいい。拒否しますね。はい、バイバーイ。拒否か、クソやろ。やばいね、俺ら分かってる。やばいね、あいつらもなんかね。クソ、あいつら分かってましたね。あいつら分かってたね。ちょっと裏路地から見てようかな、あいつらが来るのかどうかだけ。ちょっと裏路地がちょっと 見ときたいと思います。ここなら3方向から逃げられる。ほら、あそこにハフがあんだよ。あるで、あれの奥にエイプがある。近いぞ。エイプ、ほら、来た。はい、ということで目の前にコウキとショウタがいたのに、エイプ来た。ある、あ、いたライキいた。ライキ見つけた、ライキ見つけた。まだ気づかない。やばい、バレた。あいつ逃げた。ちょっとあいつ、あっちに曲がった。はい、ということで
今翔太とゴーキベアがいて今走って逃げました。ここは追われるの。あ、違う、マネキンだ。あ、いた。どこ、逃げろ。気づいてね。やばい、見られてる。やばい、痛い。危ない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 。多分あいつ、こっちも待ってる。今あいつら俺のことを逆回りしてきた。危ない、先気づけてよかった。危ない。さすがにこっから見つけらんねえな。やべえ、巻かれた。あ、ということでヒエ君、はい、ハーフテイプある裏路地、ここですよ、ね、ここっす、あったんです。なんかあるんですよ、あそこに。うわ、チラチラ赤い服見えるんだ。マジ？でも金髪じゃないんだ。金髪じゃない。はい、ということでヨシ君とヒエ言いました。ヨシ君もうこの近辺なのは間違いないです。あ、え、なんかバイバイしてない？なんか、え、ヒエ、ちょっと追ってみて。あいつよ。いや、ヨシ君言えた。今度ヨシ君言えた。あ、ちょっと。あ、曲がった？曲がったよ。嘘。曲がった。オッケー。一回負けた。危ねえ。あ、マジ疲れた。追われるってこんな感じなんだ。いた。あ、ライクがいた。ライクがいた。いた。やべ、よしくん。裏路地に入って、角曲がって巻きたいところ。じゃあいつらにちょっと電話してみるか。はいよ。一旦へいへいへい。何？ライユ君見つけちゃいましたよ。見つけどこにいた教えてくれよ。あのね、逃げられた。普通に巻かれた。実は俺らも。お前らも見つけてるの？あ、もう手振ったらよと。お前ら仲良ししてんのに協力しようぜ。あー、オッケー。それで行こうじゃん。オッケー。協力するとか言ってんで、絶対しません俺ら。あ、裏切るんだ。裏切る。大丈夫。ちょっとヒントやりてえな。 This is never that と一応写真撮って送りたいと思います。 OK、 この写真送ればあいつらまた近づいてくる。あっち、あそこだ。写真が来て。え、写真来た。ザコでも来いやーって言ってる。どこ、何書いてある。ゴーキたちがすぐそこにいた。ゴーキたちがすぐそこにいます。ゴーキたちがすぐそこにいます。なんだそれ、何それ。どこ、またハフとかに行ってよ。あそこの、ちょっと窓で反射してるところに、はい、赤い服で金髪のやつがこっちに曲がってきました。左曲がった。なんで俺らは今からこっち行って、こっち行って相打ちです。オッケー、行きましょう。行きましょう。頼んで行ける。あいつらいる。ちょっと行ってみます。ヒューがいましたね。マンチャンスしたらついてって最後に盗み取るみたいな作戦もできる。なんかヒュー指さしてる気がするんだよ。向こうに。ちょっとどっかで隠れたいな、休憩したいな。こんにちは、ジャスティスターと言います。知ってる？本当に？はい、ということで今視聴者さんがいたので、男の子たちと一緒に写真撮りたいと思います。その時に捕まえられたらもう終わりだ。あ、お願いします。ごめんなさい、はい、結構一応方向的に合ってますか？合ってますね。待って、作戦は？ちょい攻めたところで、角で待ち伏せる。角で待ち伏せる。オッケー。乗りごっこっていうのはね、相手が来るのもね、ありだからね。うん、これでハサミ打ちになってるから覚えるね。あるな。ありがとうね、ありがとう。よし、ラスがやばい。え、待って、赤いのいた。はい、置いて、置いて、赤い、ほら、行け。ヒヨとヨシ君、やばい。あ、終わった。俺から先だ。何それ。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様です。無事捕まっちゃいましたね。いや、かなり接戦だった。いや、マジ汗やべえ。マジ接戦だった。いや、超おもろかった。二人がもうずっといるのも見てたし、こっちに関してはうーって真っ白が経験されてました。いや、いろいろ良かったですね。はい、ということで、勝者は豪気翔太チームです。よし、はい、俺ら3つ目のヒントで分かったから。マジ引っ越せる側はマジ人間不信になると思う。俺らはそうです。もう開始2分ぐらいで角から
金髪の赤い黒髪で来て、おいマジかって思ったら全然かかっ最後とかもさ、やらせ感疑われぐらいさ、最後俺さ、ちっちゃい子の写真撮ってたよ。あ、そうだったんだ。で、そろそろ行こうかなと思ったら2人が見えたからやべえと思って、ちょっとニヤつきながら隠れてようかなと思ったら2人が続けてやべえって言ったらもう諦めた、さすがに。この2人だけだったらまだ逃げ切れると思ってた。はい、という感じで、まずはまあ今回捕まってしまったんで、今度次違うバージョンとか、はい、違う場所を変えて応援ごっことかやっていきたいと思うんで、はい、はい、これからも面白い動画載せていきましょう、はい、それでは次の動画へバイバイ。最後の動画を見てくれて本当にありがとうございます。いやー、鬼ごっこ最高に面白かったです。ちっちゃい頃から遊んでるみんなと再び鬼ごっこなんて遊べるなんて最高ですね。これからもまた面白い動画載せていくので、ぜひチャンネル登録高評価お願いします。それでは次の動画でバイバイ。